はいどうも、 SSC コンサルティングのスキュリです。お疲れ様です。これから見るこの動画を見て納得できなかったあなたは将来稼げません。どんな内容かっていうと、はい、今聞いてどう思いました？え、ムカつくっていうのはある人、初見さんはあると思いますけど、気になりませんでした？人間って将来のこと気になるんです。将来あなたこうです、将来あなたこうなるかもしれません、まあそれが負であれ正であれ、将来のあなたこうなりますよみたいなことを言われた時に、それが自分にとって腹立つことであれ、同意できることであれ、将来のことって言われると人間めっちゃ気になるんです。それを あなたのお仕事にも活用してください。例えばその YouTube とかブログで情報発信する時のタイトルの付け方とか、将来あなたはこうなります、これができないあなたは将来こうなります、こんなことをやってるあなたなら将来こう、こうなりますよ、もしくはそのあなただけのみならず、消費者個人に アプローチする言い方のみならず、これからの社会こうなりますもすげえ気になるでしょ、これからの時代はこうです、全部そういう本売れるよね。とにかく人間はね、将来が不安で不安で仕方がないんですね。なのでこういう将来を手にしたいんだったら今あなたこうしてくださいとか、とにかくその将来をイメージさせて、将来が不安な我々人間に、人間の心をツンツンツンつって、将来不安だべって、こういうことになったら、こういうことやってたらどうなるか知りたくない、今あなたこうやってるでしょ、それその将来知りたくないっていう情報発信をしていきましょうっていうことで、これね、僕もその常々思ってるんですけど忘れちゃうんですよね。やっぱりその、まあ、ビジネス系とかだと、僕ノウハウ系 YouTuber なんで、教える形になるから、そんなさ、なんだろう、ツンツン系の話とか心ツンツン系、ねえねえねえ将来気になるみたいな話とか、あんまりそのスタイル的に難しいんですよ。でもできる限り、やっていきましょう。それ我々生き残っていかなければならないんだから。人間は将来がすごく気になりますんで、将来あなたはこのままだとこんななりますよっていうやつを情報発信していきましょう。はい、今回は以上です。 SSC コンサルティングのスキュリでした。ではまた。